ジャン君おはようございます。もう出る30分前ぐらいになってますが、これからは今日は、これから今日はこれからですね、合唱団の方のクリスマスコンサート、昨日一昨日と、ライブがあってですね、結構遅くまでになるので、ちょっと疲れは出ています。ただ風邪をひいたりはしていなくて喉は大丈夫そうです。なので今日までお留守番お願いします。今日はね夕方ぐらいには終わるので、そうね7時かもうちょっとあとかなに帰ってきますよ。おう、ポンちゃん、はい、ポンちゃんもお留守番よろしく。はい、はい、どうも、どうぞお二人でそこで仲良くしててください。はい、はい、じゃあね、行ってきます。はい、ジャン君ポンちゃん、ただいま帰りました。フルスバンどうだった？おとなしくしてましたか？なんか、ふすま相手だから出入りしてたでしょ、君たち。はい。チュン君。はい。今日お土産をもらいました。お土産、合唱団の、コンサートでした。いっぱい歌ってきましたよ。子供が可愛かったよ。なんか最近の子供はみんな美人になってるなっていうのが感想です。可愛いね、みんなね。先生のひ孫ちゃんも可愛かったね。かりんとう、かりんとうって書いてあったね。あれ、おお、後ろ向きだ。さっきの表向きだよ。ほら、うん、このワンちゃんはなんていう名前なんだろう。フジテレビの青いワンちゃんね。かりんとまんじゅうだって。かりんとまんじゅうね。はい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 、はい、美味しいよね。美味しい美味しい、うん。はい、どうもありがとう。はい、ごちそうさまでしゅ。ちなみにこの人何？雪男？雪男？雪男？富士山？雪男っていうキャラクターで、元が雪男で、そう、いろんな地域に行くといろんな雪男がいて、はい、これは富士山ここにこの富士山のとこに名前書いてるよ。富士を、富士を、で、裏に富士山の高さと、ここになんて、見えない、ご来光そう、これがね、多分ね、これがね、このこれがご来光。太陽までとぼけてます。兄弟、兄弟になった。うなぎの、ジャン君とポンちゃんということかな。え？うなぎくんと。こういう絵は描けないんですね、うちは。兄弟、兄弟。